パリゴリン第8日陸上2日フランス競技場陸上女子5000メートル予選が行われ昨年の世界選手権ブダペスト8位入賞の田中望美ニューバランスは決勝に進めなかった序盤50メートル以上の差をつけて独走した山本ゆまを冷静に追って集団で走り 山本が交代して以降は先頭でレースを引っ張ったが、最終盤にケニア、エチオピア勢らに置いていかれ、15分00秒62の予選1組9着で各組上位8人による決勝には進めなかった。走り終えると現実が受け入れられないと失望の表情で話した。田中は今大会、 1500メートルと5000メートルにエントリー。昨年の世界選手権、ブダペスト8位入賞したこの5000メートルは、5月に参加標準記録14分52秒00を突破して五輪代表に内定。1500メートルは日本選手権6月27から30日。 新潟で参加標準記録4分2秒50突破 &5 連覇を達成し内定した。21年東京五輪で1500メートルで8位入賞し日本のトップを走り続けている田中。今大会へは当初の目標は2種目で決勝進出、できれば2種目入賞。 ですが春からどんどん世界の標準が上がっていて、そのギャップが大きくなっている。私の歩みが亀に感じるくらい、焦る気持ちが大きいと素直な気持ちを語っていた。